昨日からひな祭りの催しが始まった国営みちのく森の湖畔公園。東北各地から移築した7つの古民家などには、50年以上前に寄贈された15組のひな飾りが展示されています。こちらは本庄百合の家に展示されたひな飾り。ランプシェードと呼ばれる折り紙の照明で、幻想的な和の空間を演出しています。また、成瀬川河畔の家には、7段から8段のひな壇が6組飾られ、豪華な雰囲気を楽しむことができます。訪れた人は、さまざまな表情を見せるひな人形に癒されている様子でした。かわいかった。ひな様みたいにかわいく、すくすく成長してほしいです。すごい独特だし、綺麗だなって思いました。すごい楽しいとか嬉しい気持ちになります。このふるさと村のひな祭りは来月24日まで開かれています。